Lieutenant Price, the meeting is underway. Enemy transport sighted entering the target area. 道中、保証を何人か殺害したので、不安でしたが、取引は行われるようですね。The wound's getting a bit choppy. You can compensate for it, or you can wait it out. But he might leave before it dies down. That's your call. Remember what I taught you. Keep in mind variable humidity and wind speed along the bullet's flight path.At this distance, you'll also have to take the Coriolis effect into account. あの車、妙に気になります。Okay, I think I see him. Wait for my mark. 任務に集中しましょう。Target acquired. I have a positive ID on Emran's AKF. 間違いありません。あれが混作戦の暗殺対象。武器商人、イムラン、ザカエフです。すぐにでも排除したいところですが、約900メートルの距離と、増えている風の影響は無視できません。旗の動きが少ないタイミングを、ハボック、取引の護衛にしては、大げさですね。おそらく、こちらの潜入を察知しての、投入でしょう。おや、少し見ていない隙に、取引の雲行きが怪しくなりましたね。取引が決裂したら、ザカエフは早々に現場を、離れるでしょう。飛行機を逃せませんね。旗が止まった。ここしかありません。ついでにこっちもやります。着弾確認。あの傷では長くないでしょう。ハボックのガラスは 12.7mm の防弾性能があるはずですが、不良品で助かりましたね。さあ、ここからが一番大変です。行って帰りましょう。はい、一発でしたね。本番はここからです。少し離れた回収地点まで、徒歩で向かいます。リマスター版では、武器を完全に持ちこせるようになっています。B90 が苦手なら、G36 や AK を持ってきてもいいかもしれません。ヘリが到着するまで20分ですが、結構余裕があるので、そこまで急ぐ必要はありません。マクミラン隊が敵をバンバン倒してくれるので、危なくなったら隠れましょう。安定重視です。この通り、B90 は威力不足な面が目立ちます。自分に合った武器を選びましょう。敵が撤退を始めていますね。事情はわかりませんが願ったりです。人影は見当たりませんが、ところどころに人のいる痕跡がありますね。ここでしっかり排除しておきましょう。放っておくと、迂回してこちら側に来てしまいます。敵兵複数、正面から相手にするのは危険ですね。戦闘は避けられませんが、せめて側面を突かれないように、罠を仕掛けましょう。さすがクレイモア先輩、頼りになります。他に手段がないとはいえ、結構に削りしますね。はい。落ちるときは落ちるもんだ。大かっこいい。うん、危ない。逃げないか。お互い、よく言ってたものです。台、立てますか？了解しました。というわけで、ここからは台を担ぎつつ前進します。
体を担いでいる間は、移動以外何もできません。なので、敵の気配を察知した場合は、体を下ろして応戦しましょう。彼も援護してくれます。安全を確保、前進します。進路はどちらからでも構いませんが、奥から行くと、ヘリボーン部隊の出現地点に入ってしまいます。これでよし、急ぎましょう。これが例のヘリボーン部隊です。部隊が展開する前に、アパートへ逃げ込みましょう。野生の犬ではなさそうですね。後ろの守りは隊員に任せて、こちらで安全を確保しましょう。さて、ここには数名の門町野郎がいます。正直に相手をしていては、馬鹿らしいので、グレネードで爆撃してやりましょう。やっぱりな。これで門町野郎は全員ですが、ちゃんと奥まで制圧しましょう。油断は禁物です。プールが見えてきました。目的地はここを抜けてすぐです。ここは、廃墟マニアに有名なプールですね。詳細は投稿者にお任せしています。ワンちゃんたちは食事に夢中みたいなので、邪魔しないようにしましょう。のんきですね。サボってたんでしょうか。とにかく、安全を確保しました。回収地点の階段手前まで、急ぎましょう。そう怒らないで、ちょっと通ってドンパチするだけですから。初見の方でもなんとなく、想像がついていると思いますが、この先、ただヘリが来てさよならでは済みません。画面の僕がいたあたりをご覧になると、C4 と地雷を持っているのがわかると思います。この後、隊が補充してくれるので、配置に着く前に、持ってる分を全部設置してしまいましょう。C4 は一度に全部起爆してしまうので、地雷のようには使えません。敵の集団を吹き飛ばせるように、配置しましょう。クレイモアはこちらの迎撃を、すり抜けた敵用です。爆発が近くで聞こえたら、そこはもう危険地帯ということです。また、新車爆弾の付近に設置しておくと、確実に敵を排除できる上に、安全を確保できます。隊がしつこいですが、ここで準備を怠ると地獄を見ます。耐えましょう。
これもプリピャチに実在する観覧車ですね。元ネタの遊園地って、実は狙撃地点のほぼ隣だったりします。C4、クレイモアの補充が完了しました。急いで設置に向かいましょう。マクミラン隊は観覧車の裏から動けませんが、手助けするまでもなく、ガンガン仕留めてくれます。敵も隊を無視して、こちらを攻撃してくるので、守りやすい観覧車。きつくなったらゴーカート乗り場周辺に下がります。ただし、この戦いで一番重要なことは、そもそも敵を近づけないことです。最初から有利な場所にこもっても、敵に物量で押し切られます。だから、見晴らしのいい観覧車で、敵戦力を削る必要があるんですね。Alright, lad. I've activated the beacon. Good luck. あ、ちょっと待って。B90 の弾少ないんで、AK に変えさせてください。ここには AK だけでなく、SVD も転がっているので、M21 を置いてきてしまっても安心です。敵第一波接近中、数は、たくさん、奇襲の優位を生かして殲滅しましょう。発火。岩敵は、今ので最後ですかね。プールにいた犬ですね。こちらを狙う気配は、ないので、放っておきましょうか。第2波接近。この対応の速さは、かなり警戒されているのかもしれませんね。ワンちゃんたちが敵陣を乱してくれているので、その間に数を減らしましょう。今は見る方向がプール方面だけですが、時間が経つと南東の団地からも敵が来るようになります。これは敵の放った犬ですね。即死攻撃持ちなので、早めに対処しましょう。さて、クレイモアが起爆しましたね。こうなると観覧車はショーのステージみたいなものです。下がりましょう。今度は敵のヘリボーン部隊がやってきます。飛行火中の敵は、隙だらけですが、全員の排除は困難です。先ほど地雷で倒れた敵が、G3 を持っていたので、M21 の弾の補充を、しておきます。では、収集不可能な事態にならないうちに、飛行火中の敵を、できるだけ無力化しましょう。そしてこの歩兵部隊の増援ですよ。調子に乗ってのエンジェルと、あれに蜂の巣にされてしまうわけです。もうこの辺りになると、北側の敵は隊員に任せるほかありません。数が多すぎます。最終防衛ラインまで、退却。ここは限りなく愛知に近い場所ですが、死ぬ時は死にます。近いですね。もうそろそろ、M21 では辛い交戦距離になります。犬が来てますね。冷静にも使えます。なんとか峠は越えた感じでしょうか。しかし油断はできません。あいたたた。
これは観覧車まで登られましたね。すぐサイズしない特権です。おっと、また観覧車。そしてヘリが来てくれましたね。回収部隊が援護してくれるので、檻を見て隊の確認に向かいましょう。よし、いざ貨物だ。あの両手に隠れた敵が、なんで。彼らは最低限の自衛権と近くないので、当てにするのはやめましょう。やはり、何事もセルフディフェンスが、一番だ。よし。収録中はすっかり記憶から抜けていましたが、フラッシュ版もあるので、気づいたら使ってみるのもいいでしょう。では、今度こそ台を拾いましょう。景色に溶け込んでいるので、見失わないように気をつけましょう。贅沢を言うなら、もうちょっと入りやすい場所に降りてくれたらな。よっこい、正一。搭乗完了、撤収します。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。